仏印真鍮、仏印真鍮とは、第二次世界大戦下における、フランス領インドシナ、仏領インドシナへの日本軍の真鍮のことを指す。1940年の北部仏印真鍮と、1941年の南部仏印真鍮に分けられる。南部仏印真鍮は、日米関係の決定的な決裂をもたらした太平洋戦争へのであると評されている。 1937年の日中戦争、シナ事変勃発以降、中華民国の蒋介石政権に対して行われていた、イギリスやアメリカ合衆国などによる軍事援助は、いわゆる炎症ルートを通じて行われていた。特に、フランス領インドシナを経由するルート、普通インルートは4つの炎症ルートの中で最大のものであった。日本は、フランス政府側に対して、 繰り返しルートの閉鎖を申し入れていたが、受け入れられなかった。ドイツ軍のフランス侵攻によりフランスは敗北し、1940年6月17日には、独仏休戦協定が締結された。これを受けて6月19日、日本側は、フランス領インドシナ政府に対し、仏印ルートの閉鎖について24時間以内に回答するよう要求した。 当時のフランス領インドシナ総督将軍は、シャルル・アルセーヌ・アンリ、中日フランス大使の助言を受け、本国政府に成功せずに独断で、普通インルートの閉鎖と、日本側の軍事顧問団、西原機関の受け入れを行った。6月22日に成立したビシー政権は、この決断を良しとせず、カトルーを解任して、提督を公認の総督とした。 しかしカトルーの言った日本との交渉は撤回されず、日本の松岡洋介外務大臣とアルセーヌアンリ、大使との間で日本とフランスの協力について協議が開始された。8月末には交渉が打結し、松岡アンリ協定が締結された。この中では極東における日本とフランスの利益を相互に尊重すること、フランス領インドシナへの日本軍の進駐を認め、さらにこれに、 フランス側が可能な限りの援助を行うこと、日本と普通院との経済関係強化が合意された。9月22日には、現地の両軍司令部官、西原一作での軍事協定、西原、マルタン協定が締結され、翌23日から正式な進駐が開始された。しかし、参謀本部第一部長、富永京次少将の強引な指示のもとに進駐を開始した。 数日間、ドンガン要塞など各地で、ビシー政権の決定を受け入れず、日本軍の進駐に反対する一部のフランス軍との間戦闘が発生した。日本側でも当初から戦闘を想定し、戦車部隊などを伴い武力制圧可能な構えで進駐を行っていた。独有総督は、日本軍と戦ってはならぬ。それでは、インドシナを根こそぎ取られてしまうと指令して九月十五日に、 停戦させた停戦までに数百人の死傷者が出ている。その後、ハノイなど重要拠点に進駐した。日本軍は郊外北にある。仏印国内の飛行場や港湾の利用権を獲得し、炎症ルートや中華民国への攻撃に利用した。一方でイギリス軍が9月23日に行った。フランス領西アフリカへの侵攻はフランス軍に撃退れている。11月25日からは？ タイ王国とフランス領インドシナ間の国境紛争が勃発した対フランス領インドシナ紛争。陸上での戦いではタイが優勢だったものの、海上での戦いでフランス側が勝利した。タイとフランスは第三国に仲介を求めていたが、アメリカやドイツはこれに乗り気ではなく、結果として日本が仲介役を行うことになった。1941年5月9日に締結された。 東京条約では、フランス領インドシナからカンボジアとラオスの一部地域をタイに割上するという合意がなされた。これは、領土、権益の保全を定めた、先の松岡、安利協定に反する内容であったが、フランスはこれを受け入れざるを得なかった。1940年、昭和15年9月27日、日本は、イギリスと戦争状態にあった、ドイツ及び、 イタリア王国との間で、日独遺三国条約を締結したことによって、同盟関係を築き、日独遺三国同盟、アメリカ合衆国の警戒心を招くことになった。アメリカは10月12日に三国条約に対する対抗措置を取ると、表明、10月16日に、くず鉄の対日金融を決定した。また炎症ルートとしては、イギリス領ビルマのビルマ航路などを利用することで、 小解析への援助を続けた。この経済制裁政策はフランス領インドシナにも及びフランス領インドシナ政府が求めていた武器支援をもアメリカ側は拒絶した。翌1941年昭和16年に入ると銅などさらに制限品目を増やした。主要な資源供給先であるアメリカやイギリスの輸出規制により日本は 資源の供給先を求めることになった。対象として挙げられたのは、オランダ領東インドであったが、連合国である、オランダ政府が日本への輸出規制に参加する、可能性も懸念されていた。日本は、オランダ領東インド政府に圧力をかけて、資源の提供を求めたが、日蘭解消、この行動は書いて、オランダを英米に接近させることとなった。 1941年6月には、オランダ領東インド政府との交渉が決裂し、陸海軍首脳からは、資源獲得のために、南部仏ンへの進駐が主張されるようになった。経済的側面以外では、南部仏ンは、タイ、イギリス領植民地、そしてオランダ領東、インドに圧力をかけられる用地であり、またさらなる延焼ルートの遮断も行えると、考えられた。 当時陸海軍は北部仏印進駐への反発が少なかったことから見て南部仏印への進駐は米への反発を招かないという見通しを立てていた。松岡外相は当初南部仏印の進駐を前提として交渉するのは特策ではないとしたがやがて強行論に同調するようになり6月25日の大本営政府連絡懇談会において 南部仏院への進駐が決定された南方政策促進に関する件。ところが6月22日に勃発した独ソ戦の初戦の状況が伝えられると松岡外相はソビエト連邦への攻撃を主張するようになり南部仏院進駐の延期を主張して陸海軍首脳と対立するようになった。松岡外相は機密戦争日誌で切相なき発言言語道断なり 国策の決定実行に大なる師匠を、よコることショー、からずと評されたように激しく批判され、結局、6月30日に、原案通り南部仏院進駐を行うことが、決定された。1941年7月2日の午前会議において、仏院南部への進駐は、正式に採化された。情勢の推移に伴い不定国国策要項。しかしイギリスはこの時点で、 普通院進中の情報を掴んでおり、7月5日には中日イギリス大使ロバート・クレイギーが日本の南進について外務省に懸念を申し入れている。日本側は情報漏えいに驚き新中準備の延期を行ったが、イギリス側も日本を刺激することを恐れ、これ以上の警告を行わなかった。7月14日には加藤外松中仏日本大使が ビシー政府副首相のフランソ・ワダルランと会談し、南部仏院への新中許可を求めた。ビシー政府はドイツの意向を探ろうとしたが、折しも中仏ドイツ大使は旅行に出かけており、不在であった。フランス政府はドイツ側と協議することなく、7月19日の閣議で日本側の要求を受け入れることを決定した。 フランス領インドシナ軍が日本軍に対して劣勢であることは明らかであり、決定的な敗戦を迎えれば植民地喪失の危険性があった。また、松岡外相は同様に、ビシー政府の植民地であったフランス委任党治療、シリアフランス委任党治療レバノンが連合国の攻撃によって占領された事態をにおわせてフランス側を説得しようとし、また、 日本に対して強い影響力を持つドイツやアメリカなどの中立国がこの事態に介入してくれる可能性も皆無であり植民地の継続には日本軍にすがるほかなかったこうしたことがフランス側の極めて早い受諾回答の背景にあった一方でイギリスとアメリカはこの間に協議を進めた7月21日までの段階でイギリス外相ハリファックス・ハクト・ディーン・アーチソン 国務次官は日本が南部仏印親中を行った場合には共同して対日経済制裁を行うことで合意した。7月23日、豊田定次郎外相は野村義三郎中米大使に南部仏印親中についてアメリカ政府に伝達するとともにこの親中は平和親中であり日米交渉を継続するように訓練した。野村大使はこの 日本の南進が国交断絶一歩手前まで新武のグレを招くことになり、中日大使に南部仏印新中の真意を説明するよう報告した。7月24日には野村とサムナーウェルズ国務次官の会談が行われた。野村は南部仏印新中がやむを得ない措置であるとしたが、ウェルズは世論からの突き上げもあり、対日石油禁輸に踏み切る。 可能性があると警告した。7月25日には、フランクリン・ルーズベルト大統領と、野村大使の会談が行われ、ルーズベルト大統領は、仏領インドシナを、イギリス・オランダ、中国・日本、アメリカによって中立化させる案を提案した。この後に、野村が行った報告によると、アメリカの閣僚は、南部仏印新中をヨーロッパにおける、ドイツの作戦と交往していると考えており、 この疑問が評解するまでは、日米間の交渉は、続行無意義なりであると判断していた。野村は、自分がいかに述べても、手の摂さ様なきに至り至るであるとして、対日石油金油と、日本資産凍結も不可避であると報告している。豊田外相は25日及び27日に、ジョセフ・グルー中日アメリカ大使と極秘に会談し、 南部仏印親中は他国に対する軍事的基地として用るためではないと釈明したが結果として日本政府は仏印親中の方針を変えなかった。日本軍は7月28日に仏印南部への親中を開始した。野村大使が南部仏印親中後アメリカ側の反応が明らかに悪化したと観測しているように南部仏印親中後のアメリカの態度は 極めて強硬なものとなった。8月1日、アメリカは全侵略国に対する石油禁輸を発表したが、その対象に日本も含まれていた。また、イギリスも追随して経済制裁を発動した。これらの対応は日本陸海軍にとって予想外であった。当時の石油備蓄は1年半分しか存在せず、海軍内では石油欠乏状態の中で、 アメリカから戦争を仕掛けられることを恐れる意見が高まり、海軍首脳は早期改善論を主張するようになった。8月2日には野村大使がアメリカの防閣僚と会談したが、その際にコーデルハル国務長官がひどく失望していると伝えられた。アメリカ側は以前のフランス領インドシナ中立化案についての回答を求めたが、日本は 南部仏印親中が平和的自衛的措置であるとして、死な事変終了後に撤退するという回答を行った。春国務長官は、この回答が申し入れに対する回答になっていないと拒絶し、日本が武力行使をやめることによって、初めて日米交渉が継続できると伝えた。その後も、日本とアメリカの交渉は平行線をたどり、 10月2日には、春国務長官が、春4原則の確認と、中国大陸及び、フランス領インドシナからの撤退を求める覚書を、施行した。日本側は春4原則に、主義上は同意するが、実際の運用については留保すること、中国大陸からは、日中の和平が成立した後に撤退すること、フランス領インドシナからの撤退については、 日中の共同防衛が実現した後に行うと回答した。日本側は日米の領海案の一つ、おつ案をアメリカ側に提案することになったが、東郷持長外相はおつ案の中に南部仏印中トンの日本軍を北部に移住させ、案を挿入するよう訓練した。しかしこの提案はアメリカ及びイギリス、オランダ、オーストラリアにとっては不満のある内容であり、 11月26日には、いわゆるハルノートが、アメリカ側から主行れた。11月28日には、野村大使、クルスサブロー特命大使とルーズベルト大統領の会談が行われたが、この席で、ハルノートが日本政府を痛く失望させたという日本側に対し、ルーズベルト大統領は、日米会談開始以来、まず日本の南部仏領インドシナシ中により、 冷水を浴びせられたとし、また、春国務長官も暫定協定が失敗に終わったのは、日本が、仏領インドシナに増兵することによって、他国の兵力を牽制したことが原因の一つであると、日本側の対応を非難した。12月2日には、春国務長官が、北部仏通に対する日本軍の増派が行われいると、非難し、日本側の対応を改善するよう求めた。日本側は、 この造波は協定による合意内であると反論したが、日本政府はこの頃すでに台米戦を決定していた。12月8日に日本はイギリスとアメリカに宣戦線復刻し、ここに太平洋戦争が勃発することとなる。フランス領インドシナは本国から遠く、軍備も極めて弱体であった。しかも本国がドイツに敗れたため、独力で植民地を維持することは困難であった。 そのため多くの植民地がビシー政府から自由フランス支持に転向していった。ビシー政府及び植民地政府は植民地を維持するため日本と協力する道を選んだ。また日本側も植民地政府を温存する方針を取り、1941年11月6日の大陸指991号、11月15日のタイエミーラン小戦争終末促進に関する、 副案による大本営政府連絡会議の決定でも確認されている。この方針は、オース戦争、太平洋戦争の目的であるとされた植民地支配からのオーストア解放とは矛盾した方針であったが、陸軍は人種戦争の回避という方針のためであるとして対応した。この協力関係は、フランス領インドシナ政府側にとって不利ばかりではなく、経済面では。 有利に運ぶこともあった。独立運動家にとっては、日本軍の登場は、新たな支配者の出現であり、現代のベトナムでは、一つの首に二つの首かせと評されている。太平洋戦争開始後も、従前のビシー政権による植民地統治が日本によって認められ、軍事面では、日仏の共同警備の体制が続いた。情報交換や、総会作業などでは、 両軍で協力が行われている。もっとも、仏軍が日本に対して攻撃しないように念のための処置として、フランス中流軍の軍備は制限され、主要海軍艦艇の武装解除などが行われている。日本軍は、フランス側の許可を得て、最後ん、現在のホーチミン氏の放送局を利用し、ジャワやインドに対する暴略放送を行った。また、フランス領インドシナ政府は、 日本軍の駐留経費の支払いも行っている。北部新中の翌月、1940年10月から支払いが開始され、普通印処理までの4年半の間に7億2370万8000ピアストルが支払われいる。これは当時のフランス領インドシナ政府の経常支出とほぼ同額である。この潤沢な資金により、日本軍はインドシナにおいて軍票を発行する必要がなかった。 フランス領インドシナの経済はモノカルチャー経済であり輸出入の半分以上を本国に依存していた。しかし大戦の勃発により本国との連絡が途絶しイギリスが付近の植民地にフランス領インドシナとの貿易を禁止するとたちまち経済は危機に陥った。そこに現れた日本がフランス領インドシナにとって最も重要な貿易相手となった。 大戦中、日本は輸入額の半分、多い時は6割をフランス領インドシナとの貿易でまかなった。このため、フランス領インドシナの対日貿易は圧倒的な黒字であった。しかしアメリカ側の通商攻撃が激化すると、インドシナからの物資を日本に運搬することは極めて困難になった。1942年。 連合軍がアルジェリアに上陸したことによって、統治作戦、ビシー政府の存続が危ぶまれる情勢となった。日本側は、フランス領インドシナ政府を本国と切り離すことで、支配を維持ようと考え、独総督に植民地政府内の新英米派の追放と、さらなる対日協力を迫った。数軸国の体制が明確になり始めた1943年には、武力によって、 植民地政府を処理すべきであるというが、陸軍の現地部隊や外務省から挙げられ始めた。しかし、戦線の拡大を抑えたいという政府中央の意思により、フランス領インドシナ政府は維持され続けた。1944年にヨーロッパ大陸に連合国軍が最上陸を果たし、その後、シャルルド・ゴール率いる自由フランスと連合国軍がフランスの大半を奪還したことで、 同年8月25日には、ビシー政権が事実上消滅した。フランス領インドシナ政府はすでに本国に政府が存在しないという見解を取り、新たな政党政府に対応を一任する考えを明らかにした。これを受けて9月14日の最高戦争指導会議では、フランス領インドシナ政府が日本に対して、離反。 反抗する場合には武力処理を行うことを定めた情勢の変化に応ずる大不イン措置に関する件が定めされたが、これは原則的には現状を維持するものであった。しかしその後フィリピンの疾患などにより、インドシナは前線となり、その戦略的意味はいよいよ重大となっていった。12月30日には1945年1月中に、 普通院処理に関する決定を行うという方針決定されたが、1945年1月11日の最高戦争指導会議で場合によっては武力処理を行うという方針が決定された。1月17日には時期によっては現普通院政権を武力で打ち倒せしめる決定が行われ民豪作戦の準備が開始された。二月一日には最高戦争指導会議で 武力処理の方針が再確認されたが、処理後の現地統治については、意見が分かれた。陸軍はフランスを決定的に敵に回すことを避けるため、主権については、完全否定しない方針を取るべきだと主張したが、外務省は、応答赤い方の方針を貫徹すれば、民族解放の観点から、ソ連も反対できないと主張した。決定においては公表される処理の理由を、 自存自衛のためとするという陸軍側の意見が通ったが、現地統治については決定が先送りされた。その後陸軍と外務省の協議の結果、2月22日の最高戦争指導会議において、武力処理をしても、フランスと日本が戦争状態に入ったと考えない。フラン直轄領である、高知市な、ハノイ、ハイフォン、ツーランに軍勢を執行するが、 外部に対しては一時的な管理と説明するインドシナ全体の統治にあたっては総督府首脳に日本人を当て日本が管理するインドシナ三国安南ンンラオスルアンパバン王国などに対して自発的にフランスとの保護協定を破棄させ独立させるという方針が確認された3月9日に通院処理は実行されたがその動機は 米軍上陸が迫ったという判断によるものであった。作戦終了後、安南国、現長のバオダイ、古大帝を担ぎ出し、ベトナム帝国の独立を宣言させた。しかし、ベトナム人にとって極めて評判が悪かったバオダイの擁立は、親日的な独立運動家に失望を与えた。同年8月14日に、日本が連合国に対して降伏を予告すると、 3日後の8月17日に、ベトナム8月革命が勃発し、日本が幸福文書に調印した9月2日には、現状は打倒されて、ベトナム民主共和国が樹立され。しかしフランスは、植民地支配を復活させるべく、インドシナ政府を復活させようとした。1946年には、第一次インドシナ戦争が勃発し、長いインドシナ戦争の時代を迎えることになる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。